はい、はい、シュレック関根キングの魂、はい、始まりました。ました、はい、今回は質問されたことで、はあはあ、なんかありましたっけ。警察にあって良かったこと、きつかったことをランキング形式で教えてほしい。なるほど。ちょっとランキングはまとめないとあれなんだけど、じゃあ、なんかあるっすか、そのきつかったこととか。まあ、きつかったことばっかだけどね。まあそうでしょうね。もう、そうだね。その中でも特にっていうのがあれば、自分も興味ありますね。そうだね。まあじゃあそのランキング形式かどうか、そう分かんないけど、いくつか挙げていきましょう。はいはいはい。それじゃあね、まず、きつかったこと、はいはい、きつかったことは、はい、とにかく睡眠時間がなくなるってこと。あ、そう、基本的に交番勤務とか地域課パトカーは当直非番週休、うん、もしくは当直非番日勤って感じで、うん、3日間周期で進んでるんだけど、はいはい、まあ、当直は、1日8時間を普通公務員働くでしょ、はいはい、まあ、それを2日分一等直で働きますよってやつなんで、だから翌日分も8時間、はい、当直24時間で働きます、うん、じゃあ残った8時間何かって言ったら休憩時間として働いてる時間にカウントされない、うん、だけど、じゃあ8時間寝れるかって言ったらそんなことなくて、はい、昼飯休憩とか、まあまあ、夜飯夕食休憩、はい、まあ、その他に休憩入ってるから、うん、休憩時間はだいたいね4時間とかね、夜一応仮眠時間として取られてるから4時間とか5時間、ね、4時間半とか、はい、そんなもんなんだよね。まあ、だけど実際支度して寝る時とか支度して次の、ね、朝の勤務を備えるために、はい、結局寝れるのは余裕があっても3時間ぐらい、まあ、その準備みたいなのなんですね。当直明けはだからほぼ徹夜明けみたいなの。あ、もちろんその寝てる間に何か事件があったら起こされていけって言われるわけだから完全徹夜もある。まあ、じゃあ寝るにしてももうあんまりゆっくりは休めないですよね、いつ来るか分かんないし。そう、あ、なかなかハードですね。だから当直明けは、はい、まあ仮に寝れたとしてももう気を張って寝てるから、まあ本当朝ボロボロで帰るわけ。とか朝帰れればいいけど、はい、当直で貫徹って言うんだよね、警察用語で、うん、完全徹夜のことを。ああ、完全徹夜の、うん、貫徹、はい、の日は、うん、当然事件の処理があるから、うん、昼間また処理で帰れない。徹夜明けなのに夕方とか、はい、あ、そう、まあ、これが刑事だと、はい、さらに徹夜明けなのに夜まで帰れないっていうのもあるんだよ。はいはいはい、そうそうそう。だから、まあ、とにかく寝れない。へえ。で、そうなると今度じゃあ非番も帰れなくて寝れてないでしょ。はいはいはい。下手をすると週休、はい、休みの日も、うん、呼び出されるっていうのもある。はい、へえ。あ、うん、そうか、休みの日もね、うん、普通に休んでてもちょっとやっぱ急なことがあれば。そうそう、急なことっていうか事件処理で呼ばれたりです。そのままその時扱った時なんで。ああ、またじゃあ家帰っても呼ばれると。そう、当然俺がもう警察辞める最後ラスト1年っていうのはバラバラ殺人事件で、ね、ね、連続殺人事件、あと、はいはい、こう3日日のみかん小屋の連続放火事件とかね、もあって、もうとにかく非番週休、はい、捜査に使われて、あ、ここの練習もほとんど、まあ、試合も、試合出れない、練習も出れないっていう、はいはいはい、うん、確かに辞めるちょっと前は来れてなかったですね。そう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 、やっぱそういう凶悪な事件があればもう全然そういうのは削られちゃうってことですね。そう、もうほぼ要は人権とかそういうのないよね。だからブラックとかブラック企業とかよく言ってるけど、はい、なんかもうね、俺が刑事課で一番ひどい時とか、はい、軽くやっぱさ毎月200時間とかね、長期に超えてたと300時間、時間近くとか行ったりとか、ね、もう1日、はい、もうどう考えても夜中の1時とかにさ、はい、放火の捜査部なんかやるとね、夜中放火されるから、まあ、配置ついてからでしょ、まあまあ、で1、2時に終わるじゃん、はい、で朝は朝でさ、7時に出てこいっていう。しんどすぎますね。そうでね、当然家帰って風呂入って飯食ってとか洗濯してっていうと、うん、もう寝る時間が1時間半とかしかないから、お、
そうすると、はい、あの当直の日の仮眠の方がよく寝れたりとか当直が来るとめっちゃ嬉しいですよ、ね、家に帰るよりそう、うん、当直で一番寝れるから当直嬉しい、はい、で、まあ、そういう総産部で非番の日はかわいそうだからっつって、うん、あの夕方で返してくれるんだよ。あ、なるほど。夜の前ですから。だから当直が来ると一番体の調子が良くなる。あ、めっちゃ当直ウキウキしてる。当直ウキウキ、本当はしんどいはずなのに、まあ、それがウキウキになっちゃうぐらいしんどいってことですよね。そうで、まあ、そういったとにかく寝れないってこと、まあ、警察官寝れてないっていうね。ああ、まあそれしんどいですね。プラスあとパワハラがひどかったね、やっぱね。ああ、まあまあなんかありそうですね。そう、パワハラはほんとひどかったね。へえ。であと嫌だったのは、はい、やっぱ最初ね、あのフランス体とか扱ったりとか、うんうんうん、でもうめっちゃお鎖になってるやつとか、ね、お鎖になってる、ほんとさ、はい、ハエとかウジがすごくて、あ、でそのハエが飛んできて顔につくんだよね、唇とか、まあ、なんかね、自分も、ね、関根さんからちょっと聞いたことありますけど、うん、やっぱねそれしんどいですね、現場に行ってたら、ね、お風呂で死んじゃったのは、はい、はい、あ、まあ、今はね違うけど、昔はさ、あの湯沸かしだったでしょ、はい、だから湯沸かしてる途中に死んじゃうと、はい、すごい熱くなって、はい、あのドロドロのなんか角煮みたいになっちゃって、ずっとグツグツされてるってことですもんね。そう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 、ドロドロになっちゃって、ね、それ以上言うともうあれだけ、ね、まあね、現場だったら大変ですよね、多分。あとね、きついな、きつい、きつめの刃。いやいやいや全然かかってない気がしますけど。きついのは、まあ、とにかくまあきついことばっかりだよね。ああ、そうですね。良かったこと、ああそうですね、良かったこと、良かったことは、はい、例えばそういうブラックの局地機動隊とかもそうだけど、うん、パワハラとか、はい、すっごい厳しい、うん、もう状況をみんなで乗り切ると、うん、仲間意識がすごい芽生えるんでね、はい、で未だにその機動隊の時の小隊の仲間とかは、はい、あの祝ってくれるし、あ、うん、あ、なんかあれば、そうそう、同期とかもすごい仲いいしね。うん、もうやめて、ね、何年も経ってもそうやって絆がまだある。そうだね、うん、なるほど。そうだね、あと警察、30ぐらいまで、はい、20代後半から30代、まあ、30ちょっと過ぎて結婚したんだけど、それまでやっぱ合コンとか行くとやっぱ、うん、ね、あの安定してるってことでモテたのあ、モテました。そうだね、やばそう。でモテたとしても、でも警察って肩書きがあるから、はい、あんまりこう、ね、ガツガツしてひどいことすると、うん、後から警察署行かれても困るから、まあ、悪いことはできないんだけど、何をひどいことしようとしてるんですか、今何が思い浮かんだんですかね。であと合コンで、例えばさ、合コンの話、友達によって身分を隠してね、はいはい、警察じゃないですよ、普通の会社員とかヤマハとかね、うん、あ、まあ、ちょっと隠したい時もありますよね。そうそう、はい、とか言って、うん、あの合コン行っても結局ね、友達がこいつ警察なんですよって、あ、言っちゃうんだ、言いたがりのやつが、あ、そうそう、結局、はい、ダメだよ、ね、そうするとちょっとヤマハ発動機のふりしてね悪さしようと思ってもこんな社員いませんよ、ヤマハ発動機に本当に悪さできませんね、やっぱり ね、 ね、あと、はい、まあ、いいことか、いいことはなかったな。ないですか。まあでもいろいろ鍛えられたっていうことはいいことじゃないですか。その洞察力もそうですしね。まあ、そうだね。あのメンタル的な面とかも、ね、まあ、うまくまとめてくれましたね。いや、早く終わりたいからね。ということで、はい、終わりました。また思い出したら言いましょう。チャンネル登録ボタンとグッドボタン。はい、お願いします、ね。チャンネル通知ボタンもオンにしてよろしくお願いします。はい、お願いします。またねー。はーい。